アレクセイ・アレクサンドロビチ・ロゴノフは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、アリーナ・ウスティムキナ、クリスティーナ・アスタホワ、アナスタシア・マルチュシェワなど。2009年世界ジュニアフィギュアスケート選手権に。2010年、2011年、2014年、ゴールデンスピン優勝。6歳の時にアチンスクの野外リンクでスケートを始めた。16歳の時に、 ペルミに練習拠点を移し、ルドミラカリニナの下で練習を始めた。ペルミのリンクで後に、パートナーとなるアナスタシア・マルチュシェワと出会ったが、その時は、それぞれが別のパートナーと組んで滑っており、2006年にナタリア・パブロワに誘われ、モスクワに練習拠点を移した際にペアを結成した。2009年世界ジュニア選手権では、SP11 位と出遅れるが、 FS では1位となり銀メダルを獲得した。2009から2010シーズンによりシニアクラスに移行しグランプリシリーズのロステレコム杯に出場して7位。2010から2011シーズンスケートカナダは出場を辞退した。ゴールデンスピンではシニアの国際大会で初優勝した。2011から2012シーズンはゴールデンスピンとワルシャワ杯で優勝。 ロシア選手権では、銅メダルを獲得した。2013から2014シーズン、ロシア選手権は、マルチュシェワの足の筋肉の怪我で欠場。マルチュシェワとのペアを解散し、1月はルトアニアで放送されたテレビ番組に出演した。6月には、クリスティーナ・アスタホワと新たにペアを結成し、コーチをアルトゥールド・ミトリエフに変更した。 2014から2015シーズン、ボルボーオープンカップで優勝。ロステレコムハイでは、自身初のグランプリシリーズのメダルを獲得。ゴールデンスピンでも優勝し、チャレンジャーシリーズで2連勝を果たすも、ボルボーオープンカップは、大会の認定要件を満たしていなかったために、獲得したスコアとして計算されずに賞金を獲得することはなかった。世界選手権は、 出場を辞退したくせにヤストルボは、ヒョードルクリモフ組の代わりに出場し10位だった。ありがとうございます。